皆さんこんにちは、ヘムチャンネルです。今回の動画は新しい NPC が追加されたということで、このラースのクエストをやっていきたいと思います。ではこのラースがどこにいるかというと、このパンチカードからピン止め、こうするとここです。ステルシーストロングホールドですね。ここ向かっていきたいと思います。さあどこだ。ここですね。この遺跡の中です。はい、ラース。どれだ。リーコンスキャナーを使って敵プレイヤーを発見する、このクエストやっていきたいと思います。では一つ目のクエスト引き続きやっていきます。リーコンスキャナーといえば愛用宝箱から出ますので、愛用宝箱があまり人が寄ってこないところで取りたいと思います。なので向かう先はここ。まずはここで武器を漁ります。そしてここに確定で愛用宝箱があります。運が良ければここで、早速リーコンスキャナーが出るんですけど、まあ大体出ないですね。なかなかリーコンスキャナーがピンポイントでは出ないです。なので、で車に乗ってスローン博士の元に向かいます。そしてここの木をちょっと邪魔なので崩しておきます。はい、これで準備 OK かな。はい、ではアサルトに持ち替えてもらって、ここ、これが本物っぽいですね。体力がすごい。あと一発。はい、このようにノーダメージでスローン博士を出すことができます。はい、このようにしてリーコンスキャナーを楽に手に入れることができます。あとは敵を見つけてリーコンスキャナーを2発撃ってあげれば、このクエストはクリアとなります。2つ目のクエスト、ジャンプパッドかジャンプ弁当を使って着地するまでに 100m 移動する。こいつはここのジャンプパッドを使いたいと思います。クエスト消化だけが目的なので、単純にこのジャンプパッドに乗るだけで OK です。はい、このように 100m 言うたら結構短いんで、簡単にクリアすることできると思います。3つ目のクエスト、キャラクターからストーム予報を教えてもらう。このクエストをクリアするならここです。ここの NPC トーリーに話しかけると、未来のストームの目の位置を特定する、やってもらえます。場所で言うとここです。はい、これでクエストクリアです。4つ目のクエストはバウンティーボードからバウンティーを受ける。向かう先はボニーバーブスです。ボニーバーブスのここの建物、ここにバウンティーボードがあります。はい、これでクリアです。5つ目のクエスト、バウンティーをクリアする。ですが申し訳ないです、自分が家事をしている間に他のプレイヤーがターゲットを倒してクリアとなりました。このクエストに関しては自分自身がターゲットを倒す必要はなく、他の人がターゲットを倒すことによってクリアすることができます。以上で説明は終了です。この動画が参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。